マーティン・マニュエル・プラド・ブスタマンテは、ベネズエラ共和国、アラグア州マラカイ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。メディアによっては、プラードと表記されるケースもある。アトランタ・ブレーブスでの現役時代2001年2月13日に、アトランタ・ブレーブスと契約。2006年4月23日の、ワシントン・ナショナルズ戦で、メジャーデビューを果たすも、2試合に出場しただけで、 マイナーリーグトリプル A 級リッチモンドブレーブスに戻された。再びメジャーに昇格した後の9月14日に JB モイヤーから初本塁打を放っている。2007年はメジャーとマイナーを行き来した。9月12日のニューヨークメッツ戦では9回に回ってきた打席で2塁ゴロを打った際、投げたバットが転がった弾みでヘッド部分を下にして直立不動に立つという陳事が発生した。 これには試合を中継していたスポーツネットニューヨークの解説者であるキース・ヘルナンデスもこんなことは100年に一度も起きはしないとコメントしている。2008年はユーティリティープレイヤーとして起用され78試合に出場、打率320点に本類が33打点という成績を残した。8月は21試合の出場で月間打率。 432という数字を残している。2009年は遊撃を除く内野の全ポジションで試合に出場。一時は打率236まで下がったが、最終的には307という打率を残し、2年連続で打率300をクリア。また、規定打席にもかろうじて到達し、2桁本塁打を放った。2010年は開幕からレギュラーとして活躍し、 オールスターにも初出場した。最終的には3年連続で300以上の打率を記録したほか、いずれも自己ベストとなる15本類が66打点という数字を残した。2011年はダンアグラの加入により左翼にコンバートされた。打率は自己最低の260に終わった。2012年は2年ぶりに打率3割をクリアして復活。 試合数、打席数、打数、安打数、二塁打、三塁打、打点、盗塁、支球などで自己記録を更新した。4年ぶりに遊撃を守るなど、守備でも貢献した。アリゾナダイヤモンドバックスでの現役時代2013年1月24日に、クリス・ジョンソン、ジャスティン・アップトンとのトレードで、ランドール・デルガド、ニック・アーメド、ジークスプライル、 ブランドンド・ドルーリーと共にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。1月31日にダイヤモンドバックスと総額4000万ドルの4年契約に合意した。シーズン開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは155試合に出場し、打率282.14本塁が82打点3盗塁だった。 2014年は106試合に出場し、打率。270.5本類が42打点に盗塁だった。ニューヨークヤンキースでの現役時代2014年7月31日に、ピーター・オブライエンとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。移籍後は37試合の出場で打率。316、7本類打16打点の好成績をマーク。特に本類打は。 移籍前のダイヤモンドバックスで106試合で後、本塁打に対し速いペースで生産した。シーズントータルでは2年連続で打率28。282を記録、また2009年から6年連続で2桁本塁打をクリアした。2014年12月19日にネイサン・ヨバルディ、ドミンゴ・ヘルマン、ギャレット・ジョーンズとのトレードでデビット・フェルプスと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。 2015年は129試合に出場し、打率288をマーク。しかし本塁打は9本に終わり、連続に桁本塁打は6シーズンで止まった。記録としては通算252塁打を達成。守備面では3塁手に固定され、124試合で7、失策、守備率976ながら DRS 級を記録した。また、十一試合で二塁手を守り、 無失策、DRS1 だった。2016年も3類のレギュラーをキープし、153試合に出場、打率、305.8本塁が75打点という成績を残し、4シーズンぶりに打率、300を記録した。守備面では150試合で9失策、守備率97、972 DR、DRS プラス3。 ザープラス3.4という成績を残した。10月2日のシーズン最終戦では、プレイオフ進出の可能性がなくなったことで、監督代行を務め、三塁手として先発し、二打席で退いたが、チームは、敗れてしまった。10月5日には2019年までの3年総額4000万ドルで、契約を延長した。2017年は、シーズン開幕前の2月8日に第4回。 WBC のベネズエラ代表に選出された2019年オフの10月31日に FA となった2020年2月12日に現役引退を表明したありがとうございます。